パワフルプロ野球。はい、というわけでマイライフ続きです。皆さんこんにちは、ミカミックスです。では次は確か、楽天3連戦があるので、ちょっとそろそろヒット出さないとやばい気がするんで、まあ打っていきたいと思います。打率はでも悪くはないからね、3割5分あるから普通に考えれば悪くないんだけど、ちょっとなんかそろそろ怖い。デイ内野手、そっか、まだ全然新人外国人を雇う時期か。2位の楽天、相手は現在4連勝、うちは先発メルセデス、相手は早川。お待たせいたしました、ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、4回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は頼れる助っ人メルセデス、対するイーグルスの先発は左の早川、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。じゃあちょっと恒例の投手データを見ていきましょう。メルセデスコントロールし、スタミナがちょっと持たなそうだけど、スライダーカーブ、サークルチェンジ、まっすらで相手は BB、 なんか B あるとやっぱすげえなって思う。でカットも4あるしね、カットドロップサークルチェンジ、ちょっと球種的に嫌だな、特殊なのが多い。で楽天早速行って取られてんな、うちなんかちょっと勝ち星がなんかあんまりない気がするんだよな。3対1かで、チャンスでもないからね、とりあえず塁に出てこう。ここは早川、第9投げました。いやードロップカーブ打てないよ、打てる気がしない、マジで。第2球投げた、打ちました。こういうストレート、ゴッシュ、危ねえ危ねえ危ねえ、マジで危ねえ。ナイスバッティングです。ちょっと詰まったけど、まあまあまあ、もう今日はもう打てたっていうだけでしょうがない。6回1失点か。本当に今日は大活躍でした。まあしゃあないよね。メルセデス2敗目か。うんうんうん、代打丸、代打丸がさ、仮にさ、こうもらえる頃にはもうレギュラーになってそうだからね。だって代打で出ないと当たり前だけど、代打って増えないでしょ。寝るもん今日は。で日曜日だからデイゲームか。ダイクストラ、あ、相手の田中投手がだいぶ調子悪い。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、5回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は右のダイクストラ、対するイーグルスの先発は右の田中、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。まあ、出番が回ってきたらちょっと見るか。変わってるし、相手投手、うちめっちゃ点取ってんだ。村がありすぎだな、なんかマリーンズ。マリーンズリードで迎えるのは、さあ今日も、あ、ちょっと待って、投げた、あ、嫉妬してくれた、ありがたい。スラーブか、絶対打てなかったわ。鈴木翔155、シンキングツーシームスラーブ、いや、やだな、まあまあそりゃプロなんだからさ、からこいつ打ちやすいってやつは、まあ、いないんだろうけど、第2球いないんだろうけどさ、こういうもうストレート狙い撃ちするしかない。変化球マジで打てないから。いいバッティングを見せました。でどうなってる、もう変えられたか。マリーンズ、だその代打で出てきた時が、要はもうピッチャーの場面でよし行けってなると、もう変えられるよね、そのまま。てか外野だから、だ誰だっけ、まあ、大きなさんを差し置いては無理だからって。選手すごい、本当に今日は2人とも大活躍でした。で仮に俺がその外野としてレギュラーに定着するとしたら、どういうスターティングメンバーになるんだろう。おお、4回1号、
いいじゃんいいじゃん。肩上がった、守備上がった。これで守備と肩上がってくれるのマジ嬉しいんだけど。お、いい仕事してる。状況に応じてスタメンか。お前が出場する場合守りたいポジションはあるか。あ、いやレフトだろどう考えても。もうこんな守備力なんだから。で特にありませんでして、なんかどこでも大丈夫ですみたいなしとく。こちらで決めていったら、はいお願いします。もういや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 、だからそれは無理だって。いや併用しない方がいいよ。大丈夫監督これで。でこれだったら普通にさ、なんかレフトとかにした方が良かったのかな。だって今で大きな選手だってさ、どこで見るのこれ。球界データ、チームデータ、ここら辺こうだ。奥井とかマジゴミだろ。あー守備寄りのあれしてんね。俺とは真逆なタイプだな。だって荻野さん無理ですよ。じゃあ誰と変えるって、ポランコは多分打つ要因だから、これ多分レフトだな。竹中さんもだってな、まあミートがあるからな。だ誰と変わるって言ったらもう変わりいないわ。岡選手早い。じゃあまあまあ早い人を2人入れるかどうかって感じなのか。めっちゃ早い、みんな足早い。いやだってこの人、アイトさんもめちゃ強えやん。無理だ。俺出さない方がいいよ監督。調子みたいな、調子が絶不調とかになってたら、あじゃあ出すかみたいな。さすがに絶不調はだいぶ下がるからね。なりきりにしたらいいのかどうなんかちょっと分かんない。だから一軍定着、いやいや無理ですって。だから最近好調だな。まあありがたいことですけどね、こんなよく分かんない。だから高部、荻野、そっかパ・リーグだから DH 制だから、ポランコは DH なのか。高部、荻野、岡、ここら辺か。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対今日は小島さんだから、キャプテンゴールデンイーグルス6回戦の模様をお送りしてまいります。マリーンズの先発は左の小島、対するイーグルスの先発はベテラン岸、この両投手の投げ合いです。さあ間もなくプレイボールです。うん今日いいね、点取って。さあ代打、まあ、いつも通り打っていきましょう。ちょっと見たい。ゲスラーブ、シンキングツーシームフォーク、まあ狙えてフォーク、まあ、ストレート狙いのフォークに対応できるかどうかっていう感じかな。初球ストレートはないか。入れてきたね。いやこのストレートな、やっぱストレートってなった時に第3球は打てればいいんだけどね。よし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 、センター前ヒット、クリーンヒットです。ナイスバッティングです。安心はできないけど、まあまあいけるっしょ。ラリー見事勝利を収めました。今日はもう勝利投手、さあ本日の小島さんだな。8回1失点、すごい。ポランコも打ってるし、本当に今日は2人とも大活躍でした。で今のところあんまり佐々木朗希が活躍してるっていう感じがないんだけど、この前打たれてたし。中村さん4回1号で、俺の1号が出るのは多分だいぶ先だな。まずそもそも調子が好調以上にならないと無理だから。補正がね、なんかどれだけ補正あるんだっけ。そう絶好調になると結構上がるんだよね。今日は4打数1安打全然いいじゃないですか。文句ないですよ打てれば。だから俺もパワーを鍛えます。これでまだちょっと足んない。でオリックス戦は初なんで2位か。相手の背中は見えている。ちょっと能力は確認していきましょう。ホットマットフィールド神戸です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ4回戦の模様をお送りしてまいります。バファローズの先発は右の山岡、対するマリーンズの先発は右の種市、この両投手の先発が発表されています。うち種市選手、さあ間もなく試合開始となります。
ちょっとそこ、おお、1点取ってる。からのまずは投手データ。やっぱ種市投手すげえな。なんか日本が俺の中で今のところ日本柱なのよ。種市投手と佐々木朗希。ただ佐々木朗希はちょっと調子悪いけど、大島さんもすごいよね。全然いいじゃん。ちょ、中継ぎ陣がどうなってるのかよくわかんないけど、先発うまくいってくれれば。で山岡、あ、 V スラスト、コントロール C、 スタミナは D、 V スラガスト切れ、牽制リリースターンもしないので、これは小木田155、コントロールは C、 スタミナ、スライダーカット、打球反応開幕に、怪我受け玉、山田148、コントロール C、 スタミナ D、 カット、高速スライダーフォーク、回復奪三、リリース緊急登板開幕で指揮を持ってます。山崎160キロフォークも5あるわ、すごい伸びが B、 奪三振、球速安定で、山崎なのか山崎なのか、山崎総一郎、マーチャー162出るんだ、すごで、高速進化、高速、いや速い系だね。でツーシームファスト持ってる、キレ、奪三振、リリース、球速安定、開幕抜け玉があります。宇田川かな、そのまま宇田川156キロ、コントロールちょっと悪い。でスタミナは D、 フォークとスプリットか、ドロップカーブ、奪三振、緊急登板、球速は安定、開幕で四球は持ってる、ね、調子は極端、打たれずさもちょっとあった。で阿部、153キロのコントロールもいいね、 B いいねって普通にいいとかじゃなくて ABC の B で、フォーク、スプリット、高速スライダー、タイピンは B、 奪三振内角攻め、これはポタジマ53キロ、コントロールはちょっと悪い。でスタミナは D、 高速進化、スローカーブ、カットボール、キックで山下160キロ出んのか、コントロールは48、スタミナは D、 フォークさんのパーカーボール、タイピンが B、 キレ、逃げ球、奪三振で球速安定という感じか。ちょっとすぐ忘れて、山岡、あ、 V スラがあるんだ、あんまり戦いたくないな。ちょっと待って、今日スタメン全然見てなかった、俺うちの自分のチーム、ちょっと待って、山岡やだ、 V スラだったよね確か、もうそうだよね、サークルチェンジもカットも打てないからね、やっぱもう、やっぱりストレートしか狙い目がない。第9、いやこれ V スラだ、あ、ね、そうだよね、まずは見送りました。第2球、あ、これストレート、打った、あー打てなかった、マジか、一塁送球、アウト、スリーアウト、超狙い目だったのに、え、今なんでダメだった、むしろ分かんないんだけど、なんでダメだったか、え、当たりどころ悪かったか、ちょっと2点取れちゃってるわ。第2打席で回ってきて、これちょっと塁に出たいね。第9、これ V スラでしょ、決まってストライク、初球ストライクから第2球投げました、これは V スラか、アウトコース低め、第3球を投げました、ストレートはもう、次は4球目投げました、打ちました、どうよし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 、いいバッティングを見せました、いいバッティングではないけどね、正直レフトの守備がどういうあれか分かんないけど、むしろ守備良かったらもうダメだったんじゃないかっていう。さあ1安打打ってるからちょっと強振にしてみる、ちょっと待って勝ってる、あおね、待って一応見る、スライダーカット、スプリットか、やだな、やっぱりもう相変わらずストレート狙いで、ストレートはストライク、ちょっとずれたな、もうピンポイントで今来てくれればな、投げた、打ちました、ヒット、やっぱりミートにした方がいいな。さあリプレイです、やっぱ好調以上にならないとちょっと厳しいわ。第4打席でここちょっと塁に出てマチャド、はい、や高速スライダー、高速進化、ツーシームファストもあるのか、まあ、とはいえ速球派だから多分投げた、初球打った、これ落ちろ、よし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 、これはヒットになります、もう出しよう、いいバッティングを見せました、点に繋げてほしい、これで4打数の3安打、では改めてダメ、これ変えられた、
変えられたわ。痛恨のサヨナラ負け、マリーンズ敗れました。安定のサヨナラ負けだね。5対3ってことはこれホームラン打たれたのか。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は劇的サヨナラツーラン活躍でした。いやちょっと競り負けるのが多いな。12回3号、まあ、ただ俺は打った。猛打賞絶好調。さよなら負け、悲しい。おっ、パワー上がった。よし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 。荻野さん1打数1安打、さすがです。初スタメン、ファンが11人増えた。そうやってファン増えていくのちょっとよくわかんないんだけどさ、ファンの増え方が。4月の成績12勝13敗1分け負け越しか。よくわからない。ちょっと どこの誰の選手だってちょっとわかんなかったです。すいません。もう一回練習いけんな。あーやっぱな、ミートも上げていった気がするんだけどな。もう守備うんこじゃん。 F29 とか21とか22とかだよ。そりゃね、めちゃくちゃ強い選手でやってるわけじゃないから。クリスタル対クリスタルの使い道なんなのマジで。今日がさ、レギュラーなのかどうなのか知りたいんだけど。起用データ立ち位置機械、いやまあそうなんだけどさ、なりきりにするかちょっと悩むんだよな。完全に定着してからだな。もう9番に入ってるわ。ボギーのさんいないいない、悲しいことに。ここら変えられる、なりきりに。まあいいや、ちょっと無理してやらない。コットマットフィールド神戸です。めっちゃ降ってるよ。千葉ロッテマリーンズ5回戦の模様をお送りしてまいります。これちなみにさ、雨でさ右の山下、試合中止になったりしないのかな。いやゲーム上の話ね。以上の両先発、あ今日佐々木投手雨で投げるのか。あれそう、チャンスか。これはちょっと雨だしな、行きたいな。見よう、めっちゃ向こう燃えてるし。バッファローズの山下、パワーカーブ160キロ、はい、第9投げた。しかしそれを打ち返す。ボールはライナーで宇宙間へ。よし、抜けた抜けた抜けた。ホームに向かう。足を振るけど、マリーン、あ走ったね。先制ランナー2塁でストップ。あー戻ってる戻ってる。おい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 、どういうこと。マリーンなおもチャンスが続いています。三塁コーチャー、ちょっと迷ったか。まあまあまあ、でもね、勝ち越しの1点取ったから。で、まあワンアウトか。ちょっと狙っていくか。やっぱ狙っていかない。投げた、見送ってボール。第2球ストレートしか打ってないからね俺、ぶっちゃけ。だこれまだノーマルだからさ、全然ストレート狙い撃ちできるけど、まあ、打ってけば打ってくほど難易度が上がっていくから、変化球とかも織り交ぜてこられるとまた打率が下がるんだろうな。10点取られてるし、4点取られてんのか。宇田川降板、ベテラン山田、これが17試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。対左からの、カット高速スライダー148キロか。もうなんか140キロ台の人とかいないよな。打ちました初球打ち。よしよし、抜けた。もう今はもう自分の打率を上げることを専念する。おおお、でも3点取ったな。でワンアウトだから、まあ塁に出ればっていう感じだよね。阿部コントロール B 153、フォークスプリット高速スライダー、はいはいはい。でも狙うは投げました。ストレート初球打ちました。紅林下がっていった、センター前のヒットになります。パンダしか出ないからね、足も遅いから。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。点には繋がらなかったか。マリン1点差に届かず敗れました。いや佐々木朗希やっぱり打たれんな。今どういう成績だ。全然多分勝ててないと思うよ。インタビューが始まります。ちょっとうちのエース
やー、1勝1敗か。でもまあ今日いっぱいついたんか。初めて4安打先制だ。初球ローボールヒッター、チャンス対比だ、対ストレートマジでストレートだから、ちょっと体力がない、今日は出番がなかったです、すいません、もう申し訳なさすぎる。他球団から、ああ来た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 よ、もうストレートしか打ってないからね、あいつストレートしか打ってねえから変化球投げればいいんじゃねみたいな、絶対そう思われるよ。まあ実際そうなんだけどね。寝よう。で楽天3連戦か。ちょっと楽天3連戦はやるか。普通に3位、うち4位なの今。5位はだ、うおー西野さんやる気がない、しかも向こう乗り元だ。楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ7回戦の模様をお送りしてまいります。イーグルスの先発はエースの乗本、対するマリーンズの先発は右の西野、この両投手の投げ合いです。さあエースか。今日俺はベンチか、荻野さんが出てるからね。そして代打マリーンズ、だいぶスタミナはなくなってんな。投げました。初球を打った。どうだ。センター、あーでもこれはちょっと。これでワンアウト。ランナーはありません。飛びすぎたか。チャンスか。これものにしたいな。しかもうまくいけば同点になるからな。さあ、ここが試合の分岐点となりそうです。ターニングポイントだし。ターリー。タイピン持ってんの？速球派か。あーでもなんかナックルカーブもすげえな。また例によってストレートを狙うちしたいからナックルカーブは見送る。第2球投げました。あこれ、あーもう正面いっちゃったよ。いやこれは怒られるパターンだな。打ってほしかったって、しかも負けたし。そうだよね、あそこで点取れなかったのが痛いな。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。まあ押し切れなかったのはちょっとあそこで打てなかったのが原因といっても過言ではない。しょうがないな、すいません、次はしっかりしてくれよ。3連敗大体これさ、ファンが減るとかもう4打数0安打、まあしょうがない、お互いしょうがないです。ファンの人たちもなんかね激しいよね、あいつ今日打てなかったファンやめようみたいなさでちょっと打つとあファンになろうってそんな簡単に変わるみたいな今日はスタメンではないですね。楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ8回戦の模様をお送りしてまいります。イーグルスの先発は左の早川、対するマリーンズの先発は頼れる助っ人メルセデス、この両投手の先発が発表されている。メルセデスは確かに結構頼れるからな。お早速1点取ってる、1点取られてる、1点取ってる、1点取られてる接戦だな。チャンス、いやこれは犠牲フライありだな。ワンアウトだし、ちょっとこれ強振でいこう。犠牲フライもちょっと視野に入れてちゃんと、別にさなんかサインが出てるわけじゃないからね、自分で判断しないといけないから。カット、 V スラフォーク、変化球はまあそっここまでって感じだから、まあストレートを、まあ、うまく飛ばせば。第9、危ない球。ヒット。第2球。これとかね。おお、いったじゃん。これいったわ。今季1号ホームランで追加点。出たよ。全然もう意識してなかった。本当犠牲フライでっていう感じだったから。チームメイトが迎えます。ありがとうございます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。振り抜いたね。おおすごっ、めっちゃジャンプ力あるんだけど、あの青髪の人よしよし、これはもう今日はガチで勝ちたいよ。マリーンズリード、鈴木翔投げました。初球から打った、よかったさっきのはこれ浅いよね。
これはちょっと犠牲フライ無理だったから。いやさっきマジ良かったわ、ちゃんと打つところで打った。マリン見事勝利です。イエーイ、なんか俺も絡んでたな。さて本日のヒーローは本気のさん、3安打してるじゃないですか。ご覧いただきました。俺も頑張りましたよ今日は。快勝快勝、ミカミックス6回1号ようやく出た。お前を起用して正解だった。連敗も止まったし、対左は下がったけど、ファンめっちゃ増えた。1号出たからめっちゃ増えたよファン。荻野さんも4打数3打さすがです。初ホームランおめでとう、ありがとうございます。ホームランボール、あんまり思い出はないけどね。むしろファンにあげても、ファンいないけどさ、そんなに。全然あげますよホームランボールは。第1号じゃあまあもっとね練習して、次くらい寝るか。5月5日、キャンベル内野手、対戦が楽しみだ。あんまり楽しみではないけどね。で今日は9番、荻野さん昨日めっちゃ打ったのに。楽天モバイルパーク宮城です。東北楽天ゴールデンイーグルス対千葉ロッテマリーンズ9回戦の模様をお送りしてまいります。イーグルスの先発は右の田中、対するマリーンズの先発は右のライクストラ、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。お、1点取ってる早速。ノーアウトだから、まあ、先頭打者っていう感じか。まあ塁に出ようなので田中。コントロールは C、 ツーシームファースト、スラーブがあるのか。牽制の打球反応だから、まあまあまあ、ここは普通にミートを開いて、こういうムービングパスを打てない。模擬ボールを取る、模擬一塁キャンバス踏んでアウト。そうか、やっぱストレート系を持ってるのも厄介だな。しかも打たれてるし、多分フォアボールかなんかで出して、そのままホームラン打たれたんだから、ヒット1本だもんね。だってヒット1本で2点だから。マリーンズ別にエラーしてるわけじゃないし。第9投げた、初球を打ちました。いやー、ってこれでスリーアウトチェンジ。ムービングファストか、厄介やな。まあ、3回は回ってくると、まあ、3の1はちょっとマウンド上は坂井、なんとかしたいよな。そしてピッチャー交代してるし、坂井152か。フォーク、高速、スライダー、カーブ。第9、こういう時に初球を打った、打球は左中間、初球から振ってくからになります。ボールが転がる。まあまあまあ、最低限の仕事はしたっていう感じかな。まあ勝てればよかったけどね。マリーン2点差に届かず敗れました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。田中って田中正樹は7回1点じゃん。ご覧いただきました一戦は4対2、マリーンズ2点差で敗れました。勝利投手は田中、敗戦投手はライクストラ、そして西武は孫チャーホー。マリーンズ残念。孫サーチョみたいな感じで言ってたよね。西武9セーブしてる、すごい。まあ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 、そうだよ、ね、大丈夫大丈夫。3の1打てばまあさすがに怒られない、まあ、よっぽど変なことしなければね。2の0か。おー、谷内さん行きましょう。そうですね、うまいもん食って次に備えましょう。なんか俺顔が渋かったけど、まあそれは負けたってこと。別に谷内さんと飯食ったから顔が渋いとかそういうわけじゃないから。
じゃあ、まあ、楽天3連戦も終わって、まあ、無事ね、1号ホームランも出てファンも1000人超えてんじゃん、いつの間にか1300人もいるよ。まあ、そんなわけで荻野さんとレギュラー争奪戦をやっていますが、まあまあまあ調子はね全然いいでしょう。だって打率5割だよ。5割超えてるとか異常でしょ。まあそんなわけで、まあレギュラー取れたら、まあ、ちょっとなりきりの方でもね、やっていければと思ってますので、まあ、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価していただければ幸いです。